あのファンのことをうなぎって呼んでるんだけど、どうしてうなぎっていうのか意味あります？実は子供時からうなぎを大好きだったし、うん、実はうなぎということは多分エネルギーがたくさん入っているんじゃないですか。そうそうそう、栄養がいい。でなんか体にもいいし、うん、食べたら、まあ、すごくいいな、エネルギーをたくさんもらうし、うん、でファンの方も多分同じだと思いますけど、うん、私が日本にいる時にはずっとこんなものを一緒なんですけれども、うん、ファンクラブで私が直接と言った意見明記というメッセージで、うん、でそれはうなぎからずっと大きなのエネルギーをもらったので、多分、はい、多分私が疲れた時にもいつでも、ファンのためになんか何をあげられるかなと思いながら、うなぎ、はい、うなぎだから、うなぎでみんなもあとプリンスという、はい、うなぎ丼も大好きです。うなぎ丼ぶり、はい、うん、浮気したらかば焼きそうか、一番おいしいのはやっぱりあの四角い箱の中入ってるのでしょはい、はい、あれ何かば焼きはい、はい、私あれ大好き。あ、そうですか。好き、今度食べ行きます。かば焼きになりたいんですか？かば焼きあなたのファンのうなぎ。マイクル冗談です。でもあれはあのうなぎは美味しいです。美味しいです、ね、一番美味しいとこ知ってるね私。うなぎ、あ、私も知ってます。知ってる、はい、行きます。今度お姉ちゃん、はい、もちろん、ね、おごってあげるよ。お姉ちゃん一緒に行ってください。うん、行ってあげますよ、はい、私お金がないですから。また嘘ばっかりあったんだからね。計算してください。お金ない、お金ないってばっかり言うのよ、はい、お母さんが持っていますから。お母さんが持っているんだって、はい、だから自分はお金がないんだって。だからお姉ちゃんおごってあげるでもいきなりねお姉ちゃんって言われた時本当に私嬉しかったでしょ。これだけ長く芸能界に誰も私お姉ちゃんっていう人いなかったんですよね。お姉ちゃんみたいじゃないんですか？うん、私はあのお姉ちゃんだった人いたいんだけど、この前亡くなっちゃったんですよ、その方が。ちょっとねがっかりしたんですけど。実は、うん、今まであのこの番組を見ながら、うん、多分私と性格が違うんだと思います。あなたと、はい、うん、すごく会いたかったんです。あ、本当に、はい、性格が違うから。はい、性格が違う。性格が似てる、近いから。近いからね、はい、そうそう、似てると思ったでしょ性格、はいはい、うん、私もね、あと見ててね、性格似てると思いました、はい、本当に本当にそう思いましたよ。まあ、いつもだいたい陽気でしょ、はい、気持ちいいですね。気持ちいい、はい、それでなんか私なんかお土産があるってなんかさっきおっしゃったけど、それはみんな知らないけどって言って何、ね、これは私が直接準備したんですが、これを準備したんですよね。これなんか持ってるっていうか、どこにもないなと思ってたんだと。カップルリングです。あ、カップルリング、はい、どうしよう、そんなものいただいちゃって。ちょっと見せて。じゃあ、あげてください。いいですか、カップルリング。そんなもの私いただいたことないの。初め私ね、はい、男の人から、本当によ、男の人からね、こういう指輪もらうの初めて。本当よ、本当ですか？嘘じゃなくて、うん、本当にあのもらったことないの、はい、私のお友達の男の人はみんなね、指輪をくれよって思わない。あ、これ金です。金です。きれい、きれいね。なんてきれいなんでしょう、これ皆さん。こんなカップリングです。カップ、まあどうしましょう、まあ、あなたと一緒に、あなたは銀、はい、私金、はい、いいの、これいただいちゃって、はい、本当にいいの、はい、私はたくさんあるので大丈夫です私と結婚してください。そんなこと言っていいの、お姉ちゃんと。お姉ちゃん、ね、結婚してください私もこんな若い綺麗な方から結婚申し込まれたら初めてでございますが、じゃあこれいただいて大事にしておきますね。はいはい。でもみんな見ちゃったから、これあれよね、こうやってここ平らにしておけば大丈夫。人、あの、ここ、あの、人にこう ぶつかんないように。これさ、だからこうやっとけばいいかな。初めて見たんですよ、こんなに。喧嘩するときにはいいかも。そう、だからこうなったら喧嘩になっちゃうから、はい、こうがいいかしら。そうですね。でも綺麗、すごくいいじゃない、すごくすごく素敵だと思います。もらって本当に嬉しいです、うん、はい、どうもありがとう。いいんですか、ありがとう。じゃあこっち、自分のやつはこっちしまって自分のはこっちしまってお姉ちゃんもらったのこうしまっておきますねじゃあちょっとこの辺で、あなたがそのツアーなさったりなんかして、最後にあのその東京ドームでなさって4万5000人人が入って、うなぎがいっぱいのところちょっと見ますね、はい、ちょっと見せてください。あ、すごいプリンスの格好だねえ、なんかコンサートだけど、うん、あの歌を歌することだけじゃなくて、なんかストーリーが入っている雰囲気でミュージカルみたいな感じで、そう、自分だけのブランドのショーを作ることが
夢だったんです。そう夢、うん、すごいね人が。今に見ても信じられないですよね。おー本当王子様の格好で、であそこで、まあ、さっきもちょっとおっしゃったけど、はい、4万5000人の東京ドームで、はい、いかがでした、やってみて。夢、うん、さっき信じられなかったんですよね、うん、多分私が初めて同乗するときに、同乗したときにブーってゆっくりアップしたら、うん、その時からファンの方たちから、うなぎたちから、うなぎやキャーってこれ本名かなと思いました、うん、ね、はい、あすいません、実は日本語先生が出身が大阪人だから本名とか、これ本名か、はい、めっちゃ、うん、めっちゃ面白い、めっちゃすごかった。好きやん、好きやん、そうね、先輩言った、好きやん、好きやねんとか、好きやん、どこらへんとか、どこらへん、でも本当にそういうもうあの初めの頃から考えると、なんか初めの頃って2000席ぐらいのところでなんかサイン会とかなんか不安の、はいはい、あったんだけど、なんかあんまり人が入ってなかった時も昔、はい、初めの頃、4年前だったかな。うん、その時初めて日本に来て、うん、満席は無理だったんです。やっぱ1600人ぐらい、あでも1600人は、はいはい、集まってくれたんで、はい、そうよかったですよね。その時の信じられなかったんですが、うん、やっぱこっとね、去年に東京ドームでした公演と その気持ちと初めて日本でファンミーティングした気持ちと多分同じだと思います、うん、なるほどね。まあ、あの歌も好きだね、あなたね。もちろん好きです、子供の時から大好きだったんですね、うん、だからああいう大きなバンドで、はい、あの今もその4万5000人のところでもバンドで歌が歌えるっていうのはとても素敵で面白い、あなたの不思議な声、例えば低い声も出るけど、はい、高い声も出るでしょ。そうですね、優しい声も出るでしょ。そうですね、ねえそうでしょ、ね、それがやっぱりあなたの魅力なんだと思いますよね。やっぱり、うん、アルバムも出しになってるでしょ。はい、うん、アルバムの中からなんかオリコン1位になったんですよ。もうそうだったんですよ、すごく嬉しかったんです。じゃあそれちょっと見て、さっき、うん、すごいタイトル曲クレイジークレイジークレイジーという曲のクレイジークレイジークレイジー、はい、すごい、なんか似てるじゃないですか、クレイジー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 って言ってますね、はい、うーん、5月に出たんですが、5月、うん、その時ラブレインのプロモーション、あラブレインの撮影期間だったんですから、うん、切ってなかったし、日本に直接、うん、でプロモーションも知ってなかったんですけど、オリコン1位になって、で、あなた一人でそれで渋谷かなんかにパーって来たんでしょ、一人で。実は友達と、友達だったの、うん、来ましたけど、みんな誰も知らない時に来て、実はナンバーそうそう、うん、オリコナンバーワンになって、うん、なんかうなぎたちのためにプロモーションとかいろんなバラエティ番組も出なかったし、ごめんな心があったので、突然夜に友達とチケットをインターネットで買って、朝にすぐ来ました。あの随分いわゆるお忍びでいらしたもんですから、なんかスクランブル交差点のところでさっき走ってたのスクランブル交差点とか、はい、あと看板、そうですね、看板とか自分のがちゃんと売れてるかどうか見たりとか、パネル見たり CD 見たり、それからいろんなお飾りしてるところ全部見たりして、全部自分でチェックして、うん、実は渋谷にあるあのタワレ稼働にいて、うん、有名な、うん、私のカードで50万円を買ってサインをして、うん、ラーメンの店の店長とかあげラーメンの店の人に、はい、50枚買って、街でも、はい、それでラーメン屋のおじさんとか、それからタバコ屋のおばさんとか、そラーメンの店の店長は、うん、無料クーポンを10枚ぐらいもらいました、うん、あそう、はい、クーポン、はい、じゃあそっち行ってそれで食べられるの、はい、ぜひ、あそうそう、じゃあ何かおばさん、うん、このおばさんがすごく面白いんですが、うん、初めてに挨拶するときに、うん、サングラスで、もしジャン・グンソクという俳優してますかって、うん、ああマッコリの男をしてるという何の男、マッコリ男、マッコリ男、はいはい、CM あマッコリ飲んで、はい、で私が直接あ私です
一緒に写真撮ってもいいですか、うん、って言って写真撮りました。おばさんなんて言った？マジで？こんな感じで。でも自分で50枚買って全部サインしてそういうところの人たちにそれをあげるっていう気持ちがね、はい、素敵って思いますよやっぱり。多分私は、その考えがあるんですが、芸能人みたいな印象より、うん、多分うちの後ろのうちに住んでいる、うん、もう若いな人みたいな感じ、お兄ちゃんみたい、はい、うん、そのお兄ちゃんみたいな感じが、したいので、うん、好きなので、今も芸能人のイメージとか、うん、芸能人の管理、イメージ管理とか、うん、それより、まあ、みんなと一緒に遊ぶために、偉い、私なら、うん、うなぎをために、例えば日本人から日本からいろんな大きな愛をもらって、多分今からはみんなのために何ができるかなと思っています。そうそう、5年くらい前に所ジョージさんに会ってどうやったら日本で成功できますかって聞いたんですって。そうだったんですよね、うん、ちょっと教えてもらった。まあ、いろんなアドバイスをもらいましたけど、うん、やっぱり一番嬉しかったことは、あのすごく有名人じゃないですか、うん、芸能人の大先輩です。所さんはね、はい、うん、で所さんがうちまで直接招待して、ガートンで、うん、焼肉を直接料理して、うん、その印象がまた強いんですよね今。なるほどね、はい、うん、じゃあそこでいろいろ話しているうちに、はい、日本でどういうふうにやったらいいかってことだんだん分かってきたの。多分私の口で言うのことはちょっと恥ずかしいなんですが、でその時、うん、所ジョージさんが、顔が多分日本人が好きなタイプなので、うん、多分今から声とか演技とか、うん、日本では韓国とは全然違うんだと思いました、例えば俳優なら演技だけ、うん、エンターテイナーみたいなマルチエンターテイナーがないので、うんうん、多分お前が欲しいならそうするの方がいいじゃないのか、全部やったら、はいはい、でそのアドバイスをもらって、その時からそうすれば歌手になりたいな、うん、と考えがあったんですよね、うん、だからそれ全部一緒にやれるっていうのがね、あなたの強みだと思う、うん、もちろんアイドルは、まあ、全部してる人もあるんだけど、うん、私はそろそろ古いので、アイドルは若いじゃないですか。いえいえ、お若いですけど、でもあなたすごい体鍛えて筋肉もすごいですって。そうですね、相当すごい。すごいです。こういうとこもすごい。そうです、ちょっと私がこれ触ったら筋肉って触ってもいい？見せてあげる。うん、見せてくれ。脱いでくれんの？いいの？いいです、いいですけど大丈夫かな。大丈夫、それは大丈夫なの。でも少しだけあなたのうなぎが、うん、見たがってる、うん、と思ってる。お姉ちゃんだから。お姉ちゃんだから、うん、いいよ。これぐらいかな。あ、本当だ。まだですよね。いいじゃない。でも、うん、素敵。そういうふうにあの体をいつも鍛えてるのって、今日も朝から鍛えたんだからいいじゃありません、はい、でもテレビでこんなとこ見せたことあんまりないでしょ。はい、恥ずかしいですよね。でもとってもツルツルで綺麗でした。今からは男性のうなぎが必要です。皆さん助けてください。男性のうなぎ、はい、うん、指導してくれると思いますよ。でもこれからツアーをやりなんでしょ、あなた、はい、このツアーがまたすごいツアーでですね、皆さん、日本のツアーだけってじゃなくて、上海、台湾、タイ、それから深圳、これ中国です、ね、はい、中国で、うん、そういうところでもおやりになるんですって。嬉しいですかね、その世界中のツアーができるって。そうですね、あの3年ぐらいにずっとやっていったんですが、今回は本当にあの自信もあるし、皆さんのためにいろんなことを準備して、うん、ぜひ来てください。でそして秋の後からは多分ヨーロッパツアーを準備しているので、ヨーロッパ、はい、うん、その時にはいい、ね、あのクリショーの印象じゃなくて、クラブみたいな感じでクラブパーティーをします。じゃあ、あなたトークもいいんだし、今度フランス語ちょっと勉強すればすぐできますよ、あなたなんてね、はい、でも今日お姉ちゃんとっても嬉しかった、この指輪もいただいたし、はい、ね、お会いできて嬉しかったです、ね、嬉しかったです。私もあなたテレビとかなんかで見てどういう方かなってずっと思ってたんだけど、はい、こんなに自由な、はい、面白い方だと。自由人になりたいんです。そう、本当にあなた自由に見えますよ。電話番号も欲しいんです。Thank you.